ラフィーを殺した日に。ベルベット、大丈夫？もちろんよ。こんなことあるはずないって私はちゃんと分かってるんだから。とにかく落ち着いて確かめましょう。落ち着いてるわよ。私はちゃんと。別人がニコって娘になりすましてるようには見えなかったが、本物だからこそ逆に不自然ということ。六郎。ああ、ここは用心堅固だな。
全力襲撃一刀、この距離なら外しません。ゼロの方、吐く、捕らえられまい。全力襲撃、つむじごま、重ねかけろ。こんなのもいるだろう。つむじごま、円月輪、水波カスタッククラスター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 追い詰められちまったが、俺の勝ちだな。ベルベット、本当に無事で、はあ、よかった。おかえり。ずっとどこにいたの？連絡もしないで。こんな、私はあの日村は滅んだって、全滅するところだった。危ういところ、アーサー、アルトリウス様の力で救われたのよ。違う、あの男がやったのよ。あいつがライフセットを生贄に。ライフセットのことは残念だった。残念で済ますき。ラフィーは、あの子は死んで。本当にすまない。だが希望を捨てないでくれ。そうだよ、あの子はまだ生きているんだから。あんたの家にいるわ。安心して、みんなで世話をしてきたから。そんな、ベルベット。行ってみようよ、ベルベットの家に。どうしたの？うわ！
解けないか。現実を疑うなら自分で試せよ。僕たちみんな幻を見てるかもってこと。可能性だ。前に一度かけられたからな。でも村全部が幻覚だなんてありえません。普通はの。どうする、片っ端から切り倒してみるか。いや、敵も俺たちも目的は同じだ。クーマを探す。手伝え。分かった。僕はベルベットと一緒に行く。好きにしろ。そばで見ててやれ。あいつちょっと普通じゃないからな。変わってない。気をつけてベルベット。アイゼンは敵の罠かもって。ニコたちが操られてるっていうの？わからないけど。メルキオルの術かだとしても。私には通じないわ。あなたという人は。人は苦痛には耐えられる。じゃが。騙されない。はよ。傷が開いちゃうよ。あったかい。本当に生きて。オフィー、あの日以来ずっと眠ったままなの。祠に倒れてるのを見つけてね。怪我は治ったけどずっと目を覚まさなくて。それでも生きてるならいい。私が見つけるから。ラフィーの目を覚ます方法。クシのお礼ちゃんと言わせてね。ベルベットのクシはこの子が。アルトリウス様はあんな小さな子を生贄にしようとしたっていうの。どうしたライフィセット、元気がしょんぼりのようじゃが。そんなことないよベルベット。よかった。へえ、あなたもライフィセットって言うんだ。すごい偶然ね。うん、悪かったわね。なんか気にしていません。これからどうします？今晩は久しぶりにライフセットの好きなものを作ってあげてよ。スープとかなら飲めるし、匂いにつられて目を覚ますかもしれないよ。そうしよっかな。買い出しの間見ててくれる？うむ、苦しゅうない。僕も手伝っていい？お願い、味見してもらわないといけないから。アイゼンたち、クーマを見つけたでしょうか？それはアイゼンと六郎に任せておこうよ。気にならないのですか？もちろんなるけど、今はベルベットのそばにいたいんだ。なんかすごく嫌な感じがして。クーマ探しよりも大事なほど。うん、胸がモヤモヤして体の芯が冷たくなるみたいですごく怖いんだ。
わかりました。あなたの感覚を信じます。クーマのことは六郎たちに任せて、私たちはベルベットと一緒にいましょう。ありがとう、エレノア。マギル、あなたはどうします？もちろんわしはどっちでもいいわい。ですよね。でもマギルーもありがとう。いいんでふか、姉さん。どうせなるようにしかならぬ。なるようにしかならんのじゃよ。まず特製キッシュを焼こう。それにトマト卵スープとプリングも。あなた、そんな顔もできたのね。久しぶりだな、ベルベット。俺はずっとお前に謝りたいと思ってたんだ。謝るって何を？アーサーのこと。以前はあの人のことをペテン師みたいに言って、お前にも辛く当たってしまったけど、あの人がいなかったらこの村は3年前に滅んでいたと思う。本当にすまなかった。俺もあの人のことを信じていなかった。命を救ってもらって初めてあの人の凄さに気づくなんて。恥ずかしいよ。お前が村を出たのも俺たちのせいじゃないかってずっと後悔してた。どうか許してくれ。そんな、私は。3年間どこに行ってたんだ。身寄りのないお前が一人で暮らすのは大変だったろう。いや、無理に話さなくてもいい。話したくなったらいつでも言ってくれよ。簡単に償いができるとは思ってないけど、俺たちにできることなら何でもするから、お前さえよければ村に戻ってきてくれよ。みんなもきっと喜ぶよ。寒冷化に飢饉、豪魔病、この世の終わりなんて思っていたが、この3年間でそんな不安はなくなった。アーサーやタイマシ様に頼ってばかりだったけれど、この村も変わったのよ。ゴーマの苦手なものをタイマシ様から教わったりして、倒せないまでも追い払えるようになったの。もちろん定期的にタイマシ様が巡回に来てくださるし、あれ以来村ではゴーマ病も出てないし、平和なもんだ。お前の姉さんのことは本当に残念だったが、その分お前やライフセットには楽しく生きてほしいよ。早く目が覚めるといいわね。ええ、きっと目覚めるわ。ベルベット、久しぶりじゃないか。いや、相変わらずだな。よかったよかった。相変わらずって何よ。ニコにはもう会ったか？会ったわよ。あいつも相変わらず元気だったろ。っていうかみんな相変わらずだろ。そうかもね。そういえばオルとトロスは？あの犬たちも相変わらずさ。さっきでかい剣を背負った男と目つきの悪い黒い服の男に出くわしてビビって逃げちまった。六郎とアイゼンだね。うん、相変わらず臆病なのね。ベルベットの相変わらずって何？化粧っ気がないところ。ああ。
精霊の降臨は聖主様の救済なのじゃ。悔い改め祈りを捧げたわしら人間への精霊を刃とし、ゴーマと戦う大魔師こそ人間の希望の剣。ずっとこの調子なのね。今日こそ家まで送ろうか。なんの年寄り扱いするでない。うん。ああベルベットや、ウリボアと戦う時は気をつけるんじゃぞ。突進してきたら鼻にパンチでしょ。違う、目を狙うんじゃ。砂をかけよ。わかった、砂で目ね。聞く耳を持つようになったか。お前ももう16歳だものな。そうね、16歳。確かあなたは19歳じゃ。いいのよ。おじさん、卵と牛乳、ほうれん草にトマト、あとチーズのいいところをちょうだい。はいよ、ベルベットが戻ったお祝いだ。食材はサービスするよ。お前がご馳走を作ってやればライフセットだってすぐに目を覚ますさ。ありがとう。じゃあお言葉に甘えて。ほうれん草は苦手なのですが。好き嫌いすると大きくなれないわよ。個人的には十分ですけど。仕方ない、今回は入れないであげる。一個貸しよ。ベルベット、大魔師様とお友達とは大したもんじゃないか。友達じゃありません。仲のいいことだ。そうそう、ウリボアの肉はある？おっと、それは売り切れちまったな。じゃあいつも通り沈めの森で狩るわ。それが近頃沈めの森にはウリボアがいないんだ。モルガナの森を探した方がいい。分かったわ、行ってみる。モルガナの森へ、ウリボア狩りよ。うん。エレノアはほうれん草が苦手だったんだね。あれは実はそうなんです。内緒ですよ。それにしてもお店でのベルベット楽しそうだったね。本当に栄養のバランスが取れた無駄のない食材選びも見事でしたが、何より明るくて自然だった。きっとあれが本当のベルベットなんだね。ええ、家庭的で弟思いな普通の女の子。あのままでいられたらよかったのに。そしたら友達と苦しゅうないって笑っていられたのにな。アルトリウス様の妹のベルベットクラウとして。ああ、普通の女の子はあんまり苦しゅうないなんて言わないのかな。そういう普通じゃない会話を普通にできるのが幸せな普通の女の子なんですよ。覚悟はいい？食らいつくせ！ほうれん草！とどめ！ラッシュストライク！つむじ月下烈光陣ディエンレイ客。しまった、
そこだ。ディエン冷却、ディエン冷却、超限却、一生のこと、なんと短いな。ディエン冷却、ここだ。クライドックス、フォーガス、エンガ超流却、とどめ、ラッシュストライク、ここだ。クライドックス、フォーガス、エンガ超流却、とどめ、ラッシュストライク、セイヤ。重圧だけ、ここだ。食らいつくす、超銀脚、つむぎやか、かげつまる、せいや、フォーガチュー、とどめ、ラストストライク、この本気で毛量はげやします。インソバブル、今の敵には式神も怒ってたね。お、式神の心が読めるのかな。あ、うん、なんとなく。探索せ。料理できたわ、一応。ウリボアを探すわよ。茂みのあたりに注意して。この調子で何匹かかるわよ。
私は弱いのだ。邪魔よ。話にならないわね。十分計画で臨まなくては追いつくせ。攻撃客逃しはしない。ユセルマブルーファンがギャップレイヤー。ここは追いつくせ。レコーディング逃しはしない。ユセルマブルーファンがギャップレイヤー。砲撃攻撃レイヤーファンがギャップレイヤー。つむぎかとディエンリーキャプ攻撃客ディエンリーキャプ攻撃客怪我はない？うん、大丈夫だよ。大したことなかったわね。これだけあれば十分かな。どうかした？うん、ちょっとかわいそうだなって。わかります。このウリバーたちも家族だったのかもしれません。残酷ですね、人間も。そうね、そんな感じ忘れてた。けど仕方のないことよ。生きるためには食べなきゃならないんだから。仕方ないことじゃな、確かに。ラフィーが待ってる。ダッシュで戻るわよ。ラフィをして、狩りをして、友達と笑って。ベルベットはこんな風に暮らしてたんだね。はい、私も昔を思い出します。え？でもエレノアの村はゴーマに。あ、ごめん。いいんです、家族と過ごした幸せは今も大切な思い出なんです。それに家族を失った後にも嬉しいことはちゃんとあったんですよ。お腹いっぱいご飯を食べたり、新しい友達ができたり、そして恋をしたり。そう、恋を。恋？あ、何を言わせるんですか、ビエンフ。照れなくてもいいんです。普通の女の子の幸せ第一位は初恋の思い出なんですから。多分ベルベットにも思いを寄せた男子がいたんじゃないですかね。初恋の思い出、ベルベットにも。そういう言い方はやめてください、ビエンフ。はっきり言っておじさん臭いですよ。ガーン、僕はまだ150歳なのにおじさん扱いされたでご。ビエン、うん、とは言うものの、ベルベットの初恋の相手には会ってみたい気もしますね。僕は別に。そうですか、男の子ですね。
弟のことは聞いた。よかったな。で、お前はどうする気だ？村を調べてたのね。なあ、岬の祠を探ろうとしたら止められた。清涼に立ち入りを禁止されているそうだ。クーマがいるならそこだろうな。俺はクーマを引き剥がす。罠なら戦いになるはずだ。罠でなくともこの平穏はなくなる。私がしてきたようにね。お前がここで止まっても俺は清涼と戦う。止めたければ力ずくよね。待て、ベルベット。一日だけ待つ。覚悟が決まったら岬に来い。俺もそうするよ。明日どうするかはお前次第だ。その手は。見ての通りゴーマよ。3年前あんたたちを襲ったのも私。聞かない！コーマでもベルベットはベルベットだよ。怖いけど怖くない。私誰にも言わないから。また前みたいに暮らそう。みんな一緒に。リコ、結構なお味でした。味見をしたライフィゼットに花丸じゃな。明日はシチューを作ってあげるね。これって、あ、カノヌシの古文書。しかも最後まで書いてある。ベルベット。ねえフィー、ちょっとでいいからあんたの羅針盤を貸してくれない？お願い。この子すごく羅針盤を欲しがってたの。あんたと同じように海の向こうのことを考えていつか旅に出たいって言ってた。そうなんだ。目が覚めたらあんたとはいい友達になれるかもね。ずっとこんな風に暮らしてたんだね、ベルベットは。何よ突然。うん、プディングちょっと甘すぎたもね。あ、ベルベット、なんで味が。そろそろお眠じゃわい。しかし明日はどうするつもり。マギル、夢を操る術ってある？え、夢が何ですか？あるぞ。とある特殊な精霊を使った術じゃ。霧と共に相手の後悔を取り込み幸福な夢に閉じ込めるという。後悔を。岬に行くわよ。今から？突然どうしたんですか？お姉ちゃん。ベルベット！行かないで、僕のそばにいて。
これはフィーの羅針盤なの。ごめんね、ラフィー。やだよ。待って、お姉ちゃん。僕を捨てないで。これって岬の祠へ、クーマを引き剥がす。ベルベット、来たか。ベルベット、お連れさんを止めてよ。どうしても祠に行くって聞かないの。聖霊が立ち入りを禁止してるんだ。そんなことされたら俺たちが罰を受けちまう。ニコ、やっぱり私はひどいやつだよ。全部取り戻せるかも、忘れられるかもって思った。自分のためにラフィーを言い訳にしようとしたの。けど忘れていいはずがない。あの子は死んだんだから。理由もわからず殺されたんだから。許せない、絶対に許せない。どけ、さもないとまた食い殺す。なんで、なんで、あんた。そう、それが本当よ。攻撃にしとけ。こりゃ驚いた。まさか森君に帰るとはね。どういう意味です。細かいこと気にしてると死ぬぞ。容赦しない。消えない傷を刻んだ墓を、リーサルクイーン、ここだ。クライスクイーン、ジュリジャコ、最後ジャンプ、ここだ。クライスクイーン、ボロイ。祠は森を抜けた先。おい、何がどうなっている。敵の罠じゃよ。全部ベルベットの夢を利用した幻じゃ。ちっ、悪趣味な術だ。ベルベットが見破ったんだな。はい、でも夢とはいえあんなに容赦なく。驚くべきはそこじゃないわい。あやつが夢を振り切ったことの方じゃ、夢とうつつの区分けなぞ物が心のさじ加減に過ぎんというに。え、大したやつということじゃよ。急ぐぞ者ども。読めた全部。じゃ何としても私は引かない。いました、クーマです。ここだ。クライスクス、砲撃中、このスカーレットエッジ、容赦しない。消えない傷を刻んだ墓を、リーサルクイーン、やめてよかった。あんたたちは、ニコが勝ってた。ディエンレイ客、狂言客、つむじごわ、サンガ逆水、貫くアーティ、そこよ、ディエンレイ客、震えよ。
つむじゲット熱光剣ズイアン飛炎連客衝撃攻撃に専念してそこよ飛炎連客ボイディコラジルクラッカーズイアン攻撃力量飛炎連客衝撃客重圧だけ全然来い片手かけろズイアン衝撃一刀この距離なら外しませんゼロの方吐くつむじゲット捕らえられまい熱光剣二の方吐くかけろつむじゲット衝撃客そこよ飛炎連客つむじゲット熱光剣片手かけろズイアン方角中封じ捕らえられまいそこよ片手かけろ飛炎連客ルージック手に立てんつむじゲットそこよ飛炎レイクそこよ飛炎レイク霊視解放ただなくものに秩序をもたらせファインドオーダー飛炎レイク重圧だけ来い捕らえられまいつむじゲット捕らえられまい熱光剣ルージック封じっくりルージック放火中そこだ食らい尽くす超人悪いけど、一緒に来てもらうわよ。ベルベット！いいのよ。私は、この子たちのご主人を殺した仇なんだから。けど、今はダメなの。私が仇を撃ったら、好きなだけ食べていいから。だから、力を貸して！術も解けたようじゃな。古文書も消えちゃった。古文書って？最後まで書いてあるカノヌシの古文書だよ。ベルベットの家にあったんだ。アルトリウスの本、本物が残っているかもしれません。ベルベットの家に戻ってみましょう。今までのが全部幻だったとは。すごいな。ここまでの現実を操る奴がいるのか。多分、俺の死神の呪いと同系統の特殊な力を持った精霊を刺激しているんだろう。こんな悪趣味な罠を仕掛けるのは、おそらく奴だ。だが、おかげでカノヌシの手がかりが手に入るかもしれん。ライフセット、カノヌシの古文書を見つけたんだよな。うん、ベルベットの家で。よし、ベルベットの家へ急ぐぞ。
Thank you.
撃エクソつむじ号アトリスチャンクル今加速エンゲスにつむじ号食らいつくせつむじ号衝撃脚つむじ脚とどめかせろ衝撃脚サンガジ衝撃脚とどめサンガジムそれヤツが見落とすはずないもの。見つけた時僕がちゃんと見せてたら。気にしなくていいわ。どうせグリモワールでないと読めないし、夢だったのよ全部。ここってベルベットの部屋ですよね。編み物できるんですか？覚えようとしてたのよ。ニコがキッシュのお返しに教えてくれるって言ったから。冬が来る前に二人にマフラーをはめたらいいなって。ベルベット。けどもう必要ないものよ私には。難しそうな本がたくさんあるな。手書きの地図。ほう、未完成だがなかなかの精度だ。うん、すごいね。弟が書いたのよ。あの子は毎日熱が出て本を読めない時もずっとその地図を見つめてた。ライフィセットは世界を旅したかったんだね。ええ、それがあの子の夢だった。なんでわざわざ危ないことをしたがるのかわからなかったけど、今私があの子の夢を叶えている。皮肉なものね。お墓よ。私のお姉ちゃんと生まれる前に殺された甥っ子の。
荒れちゃってるね。お花備えようよ。いい、意味のないことよ。たっけんだな。食すならまだしも、追悼のために何の関係もない花を倒って捧げるとは、生贄ですらない。無駄を通り越した残虐な行為だ。メルキオル、相変わらずじゃな。夢の霧はあんたの仕業ね。よくもあの術から出した。その覚悟、クーマでなければ我が後継者にしたいところだ。わざわざ褒めに来たの？そうだ、この書を回収するついでにな。返してもらうわよ。これは我が友アルトリウスの師でもある先代筆頭大魔師がまとめたもの。身を捨てて世を憂えた高潔な魂が残した希望だ。汚れたゴーマが触れてよいものではない。てめえの許可なんかいるかよ。ふん、珍しく従ったな。こいつはまさか。焦らずとも間もなく知ることになる。我らが希望、草花のごとく穏やかで美しい秩序の完成をな。秩序の完成。行きましょう。もうここには何もないわ。ライフセットが書き写した写本だ。ルフィが写した写本だ。あの子、それを売って私に櫛を買ってくれたの。何もなくないよ、ベルベット。完全なものならカノヌシの秘密がわかるかもしれん。グリモワールに見せてみよう。あのジジイを出し抜くか。本当に面白すぎじゃって。